はいといとうわけで眼球の奥が力みの根源であると。そう,そうですねみたいな話を前回ちょっと<う>、えー、されてあったので改めてちょっとねうん団子飯の話の途中で急にぶっこんできたんで <laughs> <laughs> とちょっと切り上げましたけどももう一段階ねその眼球の奥の話をもう一回聞いてみたいなと思ってるんですけど。 まあまあ、あれですよ。その、この前言った通りの、まあ、もともとは、その、僕、あの、うんうん、その、米軍式のなんか、あの、睡眠法みたいなのを、取り入れてる時期があって。それは、もともと寝れなかったからですよね。確かに。そうそうそう。うんうん、それで、あの、取り入れてるというか、まあ、今もちょっと、意識してや、その、全部やりようわけじゃないけど、なんとなく寝れんときは、その、 意識を持ってやるんやけど、うん、あれどんなやつだっけその米軍式のやつって。えっとね、はい、体を、こう、船の、船があるとするやん。<laughs> ちょっとね、体を、船があるとする <laughs> はい。はい、<laughs> あ、えっ、ー、と、正式に言うと、正式,うと正式に言ってくれるんだ、はい <laughs> えと。なんかね、池があるとするやん。池とかまあ水面 <laughs> <laughs> あるとする、はい、はい。あるとするんだね。はい、イ,メイメージでね。 はいはい、イ,イメージで池とか川とか、あ、川とか、まあ水面ですよ、水面に。<laughs> 船とか池とか。<laughs> <laughs> その水面に船を置いて。はい、はい。どんな船まあまあ、あのなんかこう、ふいかだみたいな。あ,あそういうやつね。タイタニックみたいなやつじゃなくてね。あ,あ、違う違う違う。はいはい、あんなの。そうそう、確かにそうか、そうやね。 その船もあるきね。で、その、まあ、いかだに、うん、こう、体、もう寝かせている状態を想像するよね。それは、どっちも、あけとかでいいんですかまあまあ、仰向けかな。はい。仰向けのイメージで、こう、体が揺られてる。うんうん。その、水の上にいるからね。うん。そう。激しく揺れるんじゃなくて、こう、なんかこう、 風とかそういうのになびいて揺れるようなイメージで、体の力みを、例えば肩とか、うんうん、足の足とかさ、そういう部分を力を抜いていくんやけど、うんうん、その中であの、眼球の力を抜くっちゅう項目もあって。あ、あるんだ。うん、うんん で、こう、眼球の力を抜いて、あ、これ順番を忘れたけど、肩の力から、力とかから抜いていくかとか忘れたけど、最終的にやっぱこの眼球の力が抜けることによって、それとそのふわふわしてるこの水面のイメージ。うん。このイメージで、最終的に体がだんだんこう重くなっていく。うん。 イメージを持つよその後ちょっと分かんない。どういうことえから力を抜いていって、で<で>眼球の力まで抜いて、ふわーっとなって、うん、重たくなっていくイメージを持つのそう、あのー、さ、はい、例えば腕とかさ、はい、まあ腕があるとするやんう,んうん。で、これってさ、力が入っちゃったら、自分の腕の重みってあんま感じないけど、うん、力を。 グッと抜くやん、うん、で例えばちょっと揺らすやんもうブランブランにこう力を抜いたとしてはい、はい、腕の重み肝心ちょっと今できないけどこの力みがあることによって実は体の重みっち逆に肝心くてううん、うん力みを抜くと体ってこう重くこうその体自体の重みを感じるよね 本来の重量それでこう体がこう重くなっていくやん,うん、うん、重くなっていくイメージをしていくやん実際に、うん、あ自然に重いと感じるじゃなくて重くなるイメージも持つんだそう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 するとその重くなっていくことを感じる感じる感じつつ自分でイメージしていくことによってうん、うん、本当にどんどん力を抜けていって で、今度は、まあずっとあとは寝、寝たい中のイメージ、寝たい、寝る寝るっちゅうのそれだけをまあ考えないけど、あとはこう、体が次にはこう、ふわっと浮いていくようなイメージ。ちょちょちょ、体重いのに浮いていくのそう、重いき、重いやん。で、うん、全部の体がこう、落ちていくやん。はいで。こう落ちていくと、もう、次は力が入ってない、逆に浮いていくイメージが。 あーなるほどね水に浮いたことがないからちょっとそのイメージを持てなかったんだあもう水に浮いちゃうんじゃなくて体がこう上に登っていく感じへえもう全然わかんない <laughs> <laughs> いやこれちょっと自分式になっちゃうかもしれんけどああいや全然全然途中からだから正式バージョンじゃなくなってるんだよどっかからね <laughs> うんでもまあ結局力みを抜くのとあとうん、うん、眼球のこの や眼球に力入っちゃうと絶対寝れん気。うんうん。でもこの眼球、肩とかその足とかの力を抜くことは、まあ簡単っちゃ簡単やけど。まあイメージしやすいよねそ。そう。やっぱ眼球の奥に力んでるかどうかっていうのをちゃんと感じれるかどうか。はい。が大事やし。はい、うん。うん、その前回でも言ったかもしれんけど、一番力んでることに対してこう、 無意識にややってることやき逆に一番難しいのかな抜くのが力んでいるという,こう自覚というか感覚を持つことができるのに抜き方もわからないよ、ね、そ,うそうそうそうだそう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 そもう絶対連動してあのそうそいそう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  そこもちょっと関係しちゃうんやけど、自分の中でその、イメージが。うん、ミスりそうとか、その、どうにか叩こうとする時ちょっとき、こう、叩こうとする気こう、力んだりするんよね。うん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 。で、そうすると、まあ、ある種、例えば、手首に力みがあるとするやん。うんで。そこに、力みによってロックがかかるの、よね、やっぱり。うん,うん。で その機械をイメージしてもらうと、あれやけど、機械の部分でさ、歯車のどっかがさ、ロックかかるとさ、うん、その動きがさあの、うまくいかんくなることってあるやん。結構そういう状態であのうまくいかないことちあるんじゃないかなと思うね、はいで。無意識にこう、力むこと、力んじゃうことち結構その、 いろんな失敗とかに実はつながってるんじゃないかな自分の思い通りにできないことにつながっているんじゃないかなというのは私の持論ですねなるほどでその鍵が眼球の奥にあるとそう結構この眼球はキーになってるんじゃないかななるほどねちなみにその眼球の奥の力みを取るというかまあまずは自覚するというか認識するみたいなところだと思うんですけど コツはあるんですか、うん、眼球の奥のその力みを感じるコツ。えっとね、まあ意識はそんなしたことなかったキャないけど、まあちょっと今考えたら、うん、あれやね、見ようとしないことまず。ほ<う>えー、目の前のさ、例えばジュースを見ようとするやろはいみ。見ようとしたら、それをぼんやーっとして、こう、 見てる状態じゃない状態にして、だこうもうふわっとこう眺めるというか、はい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 。だから目は開いてていいんですよね。映ってはいるけど、見ようとしてないっていう、その、うん、意思みたいなのが重要ってこと意思をこう、回避する状態がそ、ね。そうそうそう。<laughs> で、その状態で目をつむると、力が入ってない状態になってるんじゃないかなと、俺は思うなるほど。じゃあ先に目をを開けて物を見て見いる状態から、うん うん、目を開けてるんだけど、見ようとしていない状態、見ていない、目を映ってはいるが、見ようとしていない状態になって、そこから目を閉じると、その状態で。それがまあ、今、今、思いつく一番のこう、抜き方かな。なそれ慣なれればもう、目つぶったら別にこう、目つぶって、やっぱ目つぶっちゃったら、見よう状態なのか、眺めよう状態なのかが、ちょっとあやふやになるやん。あ、確かに確かに。うんうん そうだ寝れん時とかは特にその,あのそういう意識で持った方がいいかなと思う。なるほどねじゃあちょっとさ持論言っていいうん、あのー、今目をつぶった状態だと見てるか見てないかって話思い出したんやけど寝れん時に全く逆のことしてる。ううんん寝れんなーって思う時に寝ようとして目をつぶった状態で見ようとする、うん、めちゃくちゃ。 あ集中してやろ多分その集中したうんああああいやいやうんまぶたの裏をめっちゃ見ててうん、うん、そうするとまぶたの裏に映像が立ち上がってくるんよ謎のああその謎の映像をずっと追いかけていくとなんか本当にサイケデリックな感じに、うん、なん,かなんていうの絡もない映像の連鎖になっていって <laughs>、うん、何なんだって思ってるうちに いつの間にか寝てたみたいな感じになるからあえてたぶん力を入れてるみたいなやつなのかなそれはあでもそのウエちゃんの場合はさ、うん、あるよねギュッとこう映像を生み出して、うん、だんだんそれを眺めていきよう状態になってそう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 ,そうでこうなん,なんかこうよくわからなくなってこうふわーっと寝ていくみたいな感じになっちゃうかな だ,と思うだから最初に一回めっちゃ見る状態をあ目は閉じてるんだけど、うん、目を閉じて見てる状態力を多分入れてるや、うん、んで言うとその眼球が力んでる状態を、うん、あえて最大限力ませるみたいなことをして、うん、映像が立ち上がってきたら<ー>映像の方を見ようとするというよりはなんかその映像を眺めてる感じになって<ー>多分だんだん,力みが取れてるんだ力、ね、けどあれよねなんかこう腕の例えば腕に例えるとしたら。 はいはい、こう腕の力を抜きたいとして、うん、バリバリあのー、鉄アレをもうバーッチこう、うん、トレーニングしてもう上がりませんぐらい、うん、腕上がりませんぐらいになった状態でこう力が、あのー、入らん状態作るように近いそう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 <ー>だから力を抜くために力を入れた状態みたいなのをうん,なんかあえて 一回作るみたいな,な抜くためにやってたわけじゃないんだけど今までは多分でも結果話聞いてたら、ね、なんか自然とだんだん映像の方に持ってかれて力が抜けて力みが取れていってんだろうなと思ったつな、うん、がるところがあるのかなと思ったでもそういうことよねなんかこう入り口は違うけど結果ゴールというかそのうん、うん、目的にはそういうあの入り口違ってルートは違うけどゴールは同じ。 眼球のね、うん、力み奥の力みがみたいな初めて聞いた言葉だったけど、うん、なんか分かる気がしたというかあ面白い、うん、そういうのもあるにやこれもねほそみんながその再現性があるのか分からんけどよくやるんですよ眠れない時に思いっきし目を閉じるんだけど、うん、見ようとするみああ<ー>したらなんかなんていうのかなひ光のまあ別に真っ暗な部屋であってもなんていうのかな光っぽいものが見えるっていうか、うん、なんか あそれが動き出して、うん、なんていうの本当なんかちょっとね顔が浮かぶ時とかもあるし風景みたいなものが浮かぶ時もあるんだけどそれがどんどんこう、ね、変形していくのよ連鎖していってね映像がこううううんうん、うん、何なんだこれはって感じのほんとサイケデリックな感じ <laughs> あでもそれ、うん、それに近いイメージも、うん、のパターンが俺にもあってはいはい 瞑想の時はい。瞑想しようときは、うん、こう、目を閉じて、力んではないんやけど、こう、うんうん、目のまぶたの下に一本の線をこう、引いて、うん、こう、ある一定の線で、うん、まぶたを閉じとって、こう、線を想像しとっても、こう、気持ちとかそういうのの揺らぎで、こう、上下したりするんよ、その線。はいはい、それを、 一定に保とうとする、集中するこの感覚が、なんかさっき聞きよってこう、その映像をこう自分で生み出してこう、うん、目的に向かっていく中ちゅうのに近いなっるほうのは思いやー、全くわけわからん話をしてますね、我々われは。痛 <laughs> いやすいやね。<laughs> もうね、飯のこと一切ないね。<laughs> まあ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 、こういう話もね、今後は、そうすね、なんていうんですか、あの、レポート2の、こういう話8ぐらいの割合でやってきたらいいかなと思いますので。<laughs> <laughs> いやいやいや、まあでもあれやね、その、自分の感覚。はい。では、ね、での話やけど、まあなんやろ、全然違うけど、ある種似たところに、ゴールにやっぱこう。 落ち着くんんややななっていいいうのは面白いねかいいやでもね眼球の奥の力みというその、うん、言語化されたことによってちょっと意識を向けられるようになるかもなと思った、うん、あんまり意識したことなかったんで、うん、その力みを取る感覚を持つともう少しスッと入り込めるというか眠れそうな気もしてきたんでちょっと参考になりました。うん、まあ寝れない人とかねあのー 参考にしてもらったらいいんじゃないかなとい、うん。いや、ちょっと逆にた試してみたいもんね。その上ちゃんの映像。うん。目を閉じて見ようとするやつね。うん,うん。それもちょっとやってみますよ。うん、ちょっと。ぜひぜひ、ちょっとまたあの、うん、面白い。はい。うん。じゃあ、今日はこんな感じですかね。はい、お願いします。